弁護士の北村春雄氏、68、が、27日までに公式 YouTube チャンネルを更新。体操女子でパリ五輪代表の宮田翔子、19イコール順大、が、飲酒、喫煙を認めて代表を辞退した件について、持論を展開した。体操、宮田全日本学生選手権を欠場すでに練習再開も、監督は実戦復帰の見通し明言せず、 世間の関心が高い出来事を法的観点からわかりやすく解説することで人気を博している北村弁護士の YouTube チャンネル。この日は喫煙飲酒でパリ五輪自体、宮田翔子選手への判断は厳しすぎるのかと題し、視聴者から寄せられた宮田に関する質問を取り上げた。体操ファンだというこの相談者は、活躍を期待していただけに非常に残念でした。と言い、体操協会の 事態という判断は重すぎるのではないかと疑問し、どう思われますかという相談内容だった。北村氏は、大賛成ですと深く頷き重すぎるなんてもんじゃありませんと主張。自身が大学生だった頃は、大学に入った瞬間に避け、タバコを始めても咎める者はいなかったと言い,い、いい悪いではなく、事実としてそうだったと説明し、偉そうに政治家をやっていたり、 偉そうに裁判官やっていたり、警察官をやっていたり、大学教授をやっているその大部分が、大学生になったらお酒、タバコ OK だよねと、たしなんでいたはずですと指摘。聞くところによると、昭和の時代だけでなく、平成も令和の時代も大学生になって興味本位でほとんどの人がタバコを吸い酒を飲んで大騒ぎしているというのが実態のようですとし、そうすると、宮田さんを、 法律に違反したからけしからん、と言って避難できる人が、どれだけこの世にいるのでしょうかと疑問視し,した。一方で、法律違反の事実はあるとし、法的な立場からこの問題を分析。法律の世界では、違法の程度と処罰、制裁の程度は比例しなきゃいけない。違反に見合った制裁をすると説明し、だから殺人なら死刑もあり得る、ととろ。美罪であれば、 それなりの処分を、法律の世界では、バランスが大事と主張した。そのため、宮田の場合に、ふさわしい制裁、として、謝罪してもらう、反省文を出してもらう、あるいはオリンピック後にどこかのボランティアに行って反省してもらうなど列挙。その辺がバランスの取れた制裁とした、パリゴリン自体という処分については、宮田に責任を負わせたことに関して、19歳の少女を預かって、 育てている教育者のあり方ではないと指摘。ルールを守るように一生懸命指導することも大事。そのルールにわずかに違反した場合には十分指導して、理由をきちんと説明してはじゃってもらうようにするのが体操協会のすべきことと試験を述べた。続けて、長年あらゆることを犠牲にして打ち込んできたスポーツ選手から、最高の舞台を奪うなんてことは、無慈悲、非道。 とんでもないなと思っていますと持論を展開。我々はオリンピックを見て感動をもらってますけど、食べたいものを食べ、酒を飲み、ただ見ている我々がですよ、それとは正反対に食べたいものを食べず飲みたいものも我慢して、遊びたいことも我慢して、あらゆることを犠牲にして打ち込んでいるアスリートに対する敬意を持つべきじゃないかなと思います。とまとめた。この投稿には、さすがは北村 なんという素晴らしい解説。説得力、体操協会はなんで宮田選手を守ってやらなかったのだろうという憤りを感じました。厳しい練習に耐え日本チームのリーダーとなった選手に対してあまりにも無慈悲な措置だと思います。罪と罰が比例しなければならないというのは同意と、賛同の声も。一方で、ダメなのものはダメでしょ。まして、オリンピック選手ともなれば、日本を代表するわけですから、 前例ができたので、これからの選手は喫煙も飲酒もできない、北村先生の言うことも一理あるけど私は宮田選手の出場自体については致し方ないと思いますけどね、という意見など、様々なコメントが寄せられた。